皆さんこんにちは。今回は惜しくも2024年7月10日に51歳の若さで急逝された俳優中村泰史さんについてお話しします。中村泰史さんは独特の雰囲気と確かな演技力で多くの人々を魅了してきた名脇役として知られていました。それでは詳しくご紹介していきます。俳優の中村泰史さんの死因は急性心不全でした。葬儀、告別式は近親者のみで行われたようです。中村さんの突然の訃報は多くの人々に衝撃を与えました。51歳という若さでの急逝は誰もが予想しえなかったことでしょう。急性心不全とは過度のストレスや心筋梗塞、不整脈、弁膜症などの病気によって引き起こされることが多いとされています。最も多い原因は突如発症する急性心筋梗塞だそうです。代表的な症状として激しい呼吸困難と血圧の低下を伴い、前兆はほとんどなく突然発症するのが特徴だと言われています。ですが中村さんは以前から病気ではないかとささやかれるようになりました。きっかけとなったのが IBS 過敏性腸症候群の CM に中村さんが出演されていたからだと思われます。ひどい人は医療機関を受診して適切な治療を受けましょうという CM でした。この CM から中村さん本人が病気だと感じた方がいたようです。このことから中村さんの死は病気だったと推測されますが、一部では自殺の可能性があるとも言われています。急性心不全と記されているので噂に過ぎませんが、もし自殺なのであればこれから明らかになるのかもしれません。中村さんの所属事務所は2024年7月14日に公式 X 旧 Twitter で中村さんの訃報を発表しました。事務所の発表によると、急な訃報にご親族並びにスタッフ一同未だに現実を受け止めることができない状況でございますとのことでした。また中村泰史は年を重ねても清く透明感がある稀有な存在の役者でした。役者として多くの作品に恵まれましたこと、個人に代わりお礼申し上げます。生前に皆様から賜りました多大なる応援とご厚情に深く感謝し、哀悼の意を表するとともに謹んでお知らせ申し上げますと中村さんへの思いを綴っています。この発表からは中村さんが所属事務所からも高く評価され、愛されていた様子がうかがえます。中村さんの訃報は芸能界にも大きな衝撃を与えました。多くの共演者や監督、プロデューサーたちが中村さんの突然の死を悼む声明を発表しています。彼らの言葉からは中村さんが単なる共演者以上の存在、つまり信頼できる同僚であり友人であったことがうかがえます。中村さんのファンたちも SNS などで悲しみの声を上げています。多くのファンが中村さんの演技やその人柄に魅了され、彼の作品を通じて勇気づけられたり癒されたりしていたようです。中村さんの死は日本の芸能界に大きな損失をもたらしました。彼の独特の存在感と演技力は簡単に代替できるものではありません。今後中村さんが演じていたような役柄を誰が演じるのか、多くの人が注目することになるでしょう。それではそんな中村泰史さんのプロフィールを詳しく見ていきましょう。中村泰史さんは1972年11月15日大阪府で生まれました。身長166センチメートル、血液型は O 型。趣味は観察、コンピュータ、サッカーで、特技もサッカーだったそうです。中村さんは武蔵野美術大学大学院造形研究科デザイン専攻映像コースを修了されています。これは後の彼の俳優としてのキャリアに大きな影響を与えることになります。中村さんの俳優としてのキャリアは大学生時代から始まっています。自主映画制作に携わる中で16ミリ映画寮内厳粛にスタッフとして参加し、同時に本を読む浪人生役で出演を果たしました。この作品が PFF アワードグランプリを受賞し劇場公開されたことで、中村さんは晴れて劇場映画デビューを果たしました。大学院修了後、中村さんは様々な映画に出演し、その独特の存在感で徐々に注目を集めていきます。2005年
内田健二監督の映画「運命じゃない人」で主演を務めたことで、中村さんは大きな転機を迎えます。この作品はカンヌ国際映画祭批評家週間に正式出品され、国内外から高い評価を得ました。中村さんの演技力と独特の雰囲気が国際的な舞台でも認められたのです。中村さんの代表作は数多くありますが、特に印象的なものをいくつか挙げてみましょう。映画ではジョゼと虎と魚たち、ハッピーフライト、旭山動物園物語、ペンギンが空を飛ぶなどがあります。これらの作品で中村さんは脇役ながら唯一無二の存在感を示し、観客の心に深く刻まれる演技を披露しました。テレビドラマでも中村さんの活躍は目覚ましいものがありました。 NHK 連続テレビ小説では芋たこ南京、ゲゲゲの女房、ごちそうさん、エール、舞い上がれの5作品に出演しました。朝ドラへの出演は俳優としての実力を認められた証とも言えるでしょう。その他のドラマでは TBS 系闇金牛島くん、フジテレビ系謎解きはディナーの後で、 TBS 系当たるなどにも出演し、幅広い役柄をこなしました。中村さんの最後のテレビ出演は2024年2月に放送された TBS 系不適切にも程がある第2話でのテレビ局の社内カウンセラー役でした。また NHK サラリーマンネオでは2007年のシーズン2から2011年のシーズン6まで登場し、コメディ演技でも多くの視聴者を楽しませました。中村さんの演技の特徴は物静かで目立たない役や、気が弱く頼まれたら断れない良い人の役を巧みに演じ分けるところにありました。その演技には安定感があり、多くの評論家や観客から高い評価を得ていました。中村さんは典型的なザ・サラリーマンといった感じの役柄を演じることが多く、その演技は日本の社会や文化を反映したものだったと言えるでしょう。中村さんの演技力の高さは CM でも発揮されました。 P&G のファブリーズや明治製菓のキシリッシュなど大手企業の CM に多数出演し、印象的な演技を披露しました。特に2010年に出演したアステラス製薬 IBS ネット検索の CM ではお腹が痛い男性役を演じ、そのリアルな演技がネット上で話題になりました。あまりにもリアルな演技だったため、中村さん本人が本当に病気なのではないかという噂まで広まったほどです。これは中村さんの演技力の高さを示す一例と言えるでしょう。中村さんの人柄についても触れておきましょう。多くの人が中村さんについて温かい印象を持っていると語っています。中村さんはサソリ座で大型、一般的にサソリ座大型の男性は忍耐力があり、自分の弱い部分を見せることが恥ずかしいと感じる傾向があるそうです。またリーダー気質で人当たりがよく落ち着いている一方で、情熱的で頑固でプライドが高いという特徴もあるとされています。恋愛面ではクールで奥手な一面もあったそうです。これらの特徴は中村さんの演技や人柄にも現れていたのかもしれません。中村さんの私生活について、特に結婚や家族関係について多くの人が気になっているようです。しかし残念ながら中村さんの結婚に関する確実な情報は見つかりませんでした。51歳という年齢を考えると結婚していた可能性もありますが、中村さんは有名俳優にもかかわらず結婚報道や結婚についてのインタビューも見つからないため、おそらく結婚はしていなかったのではないかと考えられます。子供に関する情報も同様に見つかりませんでした。結婚していなかった可能性が高いことを考えると、子供もいなかったのではないかと推測されます。しかし中村さんのプライバシーを尊重する意味でも、これらの情報については慎重に扱う必要があります。中村さんが結婚していなかった理由としてはいくつかの可能性が考えられます。まず仕事が多忙だったことが挙げられます。中村さんは数多くの映画やテレビドラマに出演し、常に忙しい日々を送っていたことが推測されます。そのため恋愛や結婚を考える時間がなかった可能性があります。また中村さん自身の理想が高かった可能性も考えられます。中村さんは過去に独身男の妄想と言われたことがあったそうで、理想とする男性像や女性像があったのかもしれません。
さらに中村さんは独身でいることを選択していた可能性もあります。過去に生涯独身宣言をしていたという情報もあり、仕事やプライベートが充実していたため、あえて結婚を選択しなかったのかもしれません。中村さんの理想の女性像について、彼自身のブログで語られていた内容を見てみましょう。中村さんは、一緒にいてホッとする人、柔らかい印象で女性らしい言葉遣い、その人らしい美意識、佇まいを持つ人が理想だと述べています。中村さんが理想の女性像として挙げているポイントを見ると、外見よりも内面や雰囲気を大事にしていたことがわかります。これは中村さん自身の人柄や価値観を反映しているのかもしれません。そんな中村さんには、大島優子さんが元カノだという噂があります。大島優子さんがブレイクする前に出演した映画で共演した際、丁寧に挨拶をしてくれるし、プロ意識が高くてすごかったと評価していたことから噂が立ったようです。実際、大島優子さんは2021年7月29日に俳優の林遣都さんとの結婚を公表しています。もともと交際していたという噂もありますが、真相は分かりません。最後に中村さんの家族関係についても触れておきましょう。中村さんのブログには、父親との電話での会話について書かれた記事があります。そこには、いろいろあって実家へ電話した、いつもならまず母と話をするところなのだが、電話口に出たのは父、母に代わろうとするも、どうやら同人の短歌の締め切りを翌日に控え、それどころでない様子である。父と電話で1時間以上も話したのは初めてのことだったかもしれない。家族のありがたみをひしと感じた夜、と綴られています。この記述から中村さんが家族を大切にしていたことがうかがえます。特に父親との会話が初めて長時間に及んだことを印象深く感じていたようで、家族との絆を大切にする中村さんの一面が垣間見えます。いかがでしたでしょうか。今回は2024年7月10日に死去された中村泰史さんについての様々な話題に触れてみました。これからのメディアから本当に病気なのか、また自殺であったのか明らかになるのかもしれません。注目しておきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。